まず1件目ですけれども、このたび横手市は、東京都内に本社のあるスーパーの株式会社坂上様と、地域活性化に関する包括連携協定書を締結することになりましたことをご報告いたします。協定書の内容は、資料にご記載のご公務でございます。協定書の締結式ですが、5月の28日木曜日、すみません、これ木曜日でございますけれども、17時15分、こちらの場所で、取り行う予定でございます。協定書の締結式には、横手市からは、高橋市長、株式会社坂上様からは、高橋社長、菅原常務の、2名がご参加する予定でございます。協定書の締結式の後は、自問自の協力さんで、横手市内の農業生産者と、食品事業者様を交えまして、坂上様の、社長様、常務様との交流プレ、レセプションを行う予定となっております。その場では、交流レセプションに参加される、農業生産者の方や、食品事業者の、食材を使用した料理を、ご提供する予定でございます。こちらの締結、協定書の締結によりまして、横手市産の食材のさらなる販路拡大と、横手市の交流人口増加につながるものと考えております。続きまして2点目でございます。2点目は横手市と JA 秋田ふるさと、あと秋田県立増田高校の3社の間で農業活性化支援に関する協定書を締結することになりましたことをご報告いたします。協定書の内容は資料にご記載の5項目でございます。協定書の締結式ですが、6月22日16時からこちらの場所で執り行う予定となっております。協定書の締結式には高橋市長、あと JA 秋田ふるさとからは小田島組合長、増田高校からは小関校長が参加する予定でございます。また今回の事業のサポート企業といたしまして、株式会社モスフードサービス様に参加していただく予定となっておりますので、そちらの方からは布施商品本部長様がご出席される予定となっております。でこちらの協定書の締結に関連しましてですけれども、高校生を対象にしまして横手アグリビジネススクールを実施する予定となっております。こちらの開講式は7月の3日10時を予定しております。で開講式では NHK の趣味の園芸、野菜の時間とか、あと日本テレビの世界一受けたい授業に出演されておなじみの恵泉女学園大学の教授の藤田先生にお越しいただきまして、記念講演を行っていただく予定となっております。こちらの協定書の締結によりまして、横手市産農産物の販路拡大と農業後継者の育成、新規就農について考えるきっかけになっていくと考えております。私の方は2点でございます。